チョーンシーはアメリカ海軍の駆逐艦。クレムソン級駆逐艦の一隻艦名はアイザック・チョーンシーにちなむ。その名を持つ艦としては2隻目。チョーンシーは1918年6月17日にカリフォルニア州サンフランシスコのユニオン鉄工所で寄港する。1918年9月29日に DM トッド夫人によって浸水し。 1919年6月25日に艦長 W.A. グラスフォード中佐の指揮下収益する。収益後は太平洋艦隊に配属された。収益後長主はサンディエゴ及びメアアイランドからハワイに向けて出港、太平洋岸沿いに艦隊演習、砲術訓練及びその他の訓練を実施した。 1920年7月15日から1921年10月14日まで、サンディエゴ及びメアアイランドで予備役状態で待機し、その後第31駆逐分艦隊の機関として現役に復帰した。1923年9月8日の晩、チョーンシーは他の駆逐艦と共にサンフランシスコからサンディエゴまでノームの中、サンタバーバラ海峡に向けて航行していた。 隊列の戦闘艦が進路を誤り座礁し、後続の6隻も、岩礁の多いカリフォルニア沿岸で、次々に座礁した。チョーンシーを含む7隻の駆逐艦がポイントパーデナルズで尖った岩に乗り上げた。この事故は後にホンダポイント遭難事件と呼ばれるようになった。ホンダポイントで座礁したチョーンシー、チョーンシーは直立したまま座礁し、近くではヤングが転覆していた。 超音 C の乗員はすべて無事だったためすぐにヤングの救援に向かった。ケーブルを渡してヤングの乗員70名を救出した。超音 C から乗員が泳いで沿岸の岩礁にケーブルをつないでライフラインを確保した。超音 C とヤング両艦の乗員はこのケーブルを伝って安全な場所に避難した。超音 C の船体は放棄され、 1923年10月26日に退役した。船体はサルベージされ、1925年9月25日付でスクラップとして売却された。ありがとうございます。